バラーシュは、サーサーンアサの君主。バルフ近郊におけるエフタルトの戦闘で戦死した、ペイローズ一世の兄弟であり、ペイローズ一世の後を継いで484年から488年にかけてペルシアを統治した。バラーシュは、中期ペルシア語のアードクシュ、バラクシュの新ペルシア語系である。また、非文のパフラビー文字では、WRD、ハジー、 書物のパフラビー文字では GWL グラークシュ、グラッシュマイナスとなっている。名前の語源は不明である。名前の初期の語形はパルティア語のワラガッシュであると考えられているが、意味については強さであるという説がある。名前のギリシア語形はブラスもしくはバラスである。484年、ペイローズ一世がバルフ近郊におけるエフタルとの戦いで戦死した。軍隊は、 完全に打ち破られ、ペイローズ一世の遺体は発見されなかった。また、ペイローズ一世の息子と兄弟のうち四人が共に命を落とした。戦後、サーサーン・アサの東方に位置するホラサーンの主要都市であるニーシャープール、ヘラート及びメルブがエフタルの支配下に置かれた。しかし、ペルシアの七大貴族の一つであるカーレーム家のスフラがすぐに新しい軍隊を編成して、 エフタルによる、さらなる進仰を食い止め、ペルシアの有力者、特に、スフラト・ミフラーン家のシャープール・ミフラーンによって、ペーローズ一世の兄弟であるバラーシュが王に、擁立された。バラーシュは即位後すぐにエフタルとの和平を求めたものの、エフタルは、サーサーン・アサに、多額の効能を犯した。バラーシュについて知られていることはわずかであるが、東方に残されている記録では、 音話で寛容な統治者として認識されている。バラーシュは、キリスト教に非常に寛容であったため、キリスト教との作家の間で評判を得て、彼らに穏やかで寛大な君主であると評された。それにもかかわらず、おそらくバラーシュは強力な貴族で事実上の支配者であったスフラのグツに過ぎなかったと考えられている。ペイローズ一世の主が知らされた際に、 大貴族のシャープルミフランを含むサーサーアン・アサ、アルメニアのペルシア貴族たちは、新しい君主を選出するためにサーサーアン・アサのシュトクテシフォンへ向かった。この状況は、バハン・マミコニアンの下で、アルメニア人がサーサーアン・アサからの自立を宣言する機会を与えた。バラーシュには、ペルシアの弱体化した状況では、 反乱軍と戦うための軍隊を派遣する余裕がなく、アルメニア人と和平を結ぶことを余儀なくされた。和平の条件は次の通りであった。アルメニアの既存のすべての火の祭壇は破壊され、新しいものは建設されない。アルメニアのキリスト教徒は信仰の自由を得て、ゾロアスター教営の改修は要求されない。ゾロアスター教営の改修者に土地は配分されない。ペルシアの王は、 直接アルメニアを統治し、大使や代理人による支援を得ない。485年、バラーシュは、アルメニアのマルズバーンとして、バハンマミコニアンを指名した。数ヶ月後、ヤズデキルドニ世のミコでバラーシュの兄弟のザリルが、反乱を起こした。バラーシュは、アルメニア人の支援を得て、反乱を打ちがつし、ザリルを捕らえて処刑した。488年、 貴族と聖職者の間で不人気であったバラーシュは、わずか4年間の統治後に退位させられた。スフラは、バラーシュの範囲において、主要な役割を果たし、サーサーアンアサの新しい王として、ペーローズ一世の巫女のカワードを指名した。ありがとうございます。